松本智は、福岡県鹿す郡海町出身のプロ野球選手。宇藤左田。東京ヤクルトスワローズ所属。三つ上の兄の影響で小学校三年生の頃に野球をはじめ、海町立海東中学校時代は、海スターズで遊撃試験外野手としてプレーする。高校は、東福岡高等学校に進学。 東北楽天ゴールデンイーグルスに入団したエース森雄大と共に臨んだ3年生の夏の第94回選手権福岡大会をいて準々決勝の対福岡大付属大堀高校戦で1番左翼手で出場し小打数に安打1打点の活躍をするが4対7で敗れ甲子園出場はならなかった大学は明治学院大学に進学し1年春に 首都大学野球2部の首位打者とベストナインを獲得するが、2年生以降は思うような結果が残せず、低迷した。大学で野球をやめることを考えていたが、周囲のアドバイスもあり、ベースボールチャレンジリーグの福井ミラクルエレファンツの練習に参加。入団が決まった。背番号は1。2017年、58試合に出場し、打率、301、1本塁だ。 24打点、9盗塁を記録するが、満足いく結果は残せなかった。続けるかどうか迷ったが、もともと2年って決めていたので、最後の1年頑張ろうと思って臨んだと、コメントしている。2018年、68試合フルイニング出場する、中、打率。326、1 1アン17二塁打、3塁打9本、7本塁打、20盗塁を記録し、 9月の月間 MVP を獲得する。10月25日に行われたプロ野球ドラフト会議において、東京ヤクルトスワローズから育成ドラフト2巡目指名され、支度金300万円、年俸240万円で契約合意に達し、12月7日、東京都港区で入団発表会見が行われた。 背番号は117。2020年7月8日付で支配下、選手登録された。背番号は93。10月4日に一軍初昇格を果たした。オフに背番号を65へ変更した。パンチ力を秘める手話な打撃と打ち、外野をこなすユーティリティ性が魅力。50メートル走のタイムは6秒0。遠投100メートルを記録している。ありがとうございます。